褒めすぎだぜ小菓子屋め。いくら藤原の教え子だからってそこまで持ち上げることはねえだろう。まあしかし予選ではデモ走行をほぼ完璧にコピーしてたと思いきや、レースではそれをベースにアレンジを加えて自分のスタイルに仕上げてやがる。頭のいいやつだぜ。